宇治の紅葉、寺田虎彦。虫の中でも人間に評判の良くないものの随一は宇治である。宇治虫メラというのは最高度の頸部を意味するエピセットである。これは彼らが腐肉や粉体をその定住の楽土としているからであろう。形態的には蜂の子やまた蚕ともそれほどひどく違って、特別に先見的に憎むべく癒しむべき素質を具備しているわけではないのである。それどころか彼らが人間から軽侮される生活そのものが実は人間にとって意外な祝福をもたらすゆえんになるのである。鳥やネズミや猫の死骸が道端や縁の下に転がっていると、瞬く間にウジが繁殖して腐肉の最後の一片まできれいにしゃぶり尽くして白骨と羽毛のみを残す。このような姿勢の清潔係としてのウジの功労は古くから知られていた。戦場で負傷した傷に手当てをする余裕がなくてうっちゃらかしておくと、可能してそれにウジが繁殖する。そのウジがきれいに海を舐め尽くして傷が癒える。そういう場合のあることは昔からも知られていたであろうが、それが欧州大戦以後、特に外科医の方で注意され、問題にされ研究されて、今日では一つの診療法として、特殊な外科的結核症やオステオミエリチスなどというものの治療に使う人が出てきた。こうなると今度は、それに使うためのウジを飼育繁殖させる必要が起こってくるので、その方法が研究されることになる。現に、作1934年のナツーアビッセンシャフテン第31号に、その飼育法に関する記事が掲載されていたくらいである。ウジが汚いのではなくて、人間や自然の作った汚いものを浄化するためにウジがその全力を尽くすのである。尊重はしても軽侮すべき何らの理由もない道理である。ウジが成虫になってハエと改名すると、急に立ちが悪くなるように見える。昔はサバエと書いてうるさいと読み、昼寝の顔をせせるいたずら者、ないしは臭いものへの道しるべと考えられていた。張ったばかりの天井に糞の砂子を散らしたり、馬の眼剣を舐めただらして盲目にする厄介者とも見られていた。近代になってこれが各種の伝染病菌の運搬者、頒布者としてその悪名を宣伝されるようになり、その結果がいわゆるハエ取りデーの出現を見るに至ったわけである。著名の学者の筆になるハエを憎むの字が現代的科学的習字に飾られて、しばしばジャーナリズムを賑わした。しかしハエを取り尽くすことはほとんど不可能に近いばかりでなく、これを絶滅すると同時にウジもこの世界から姿を消す。するとそこらの物陰にいろいろのタンパク質が腐敗していろいろのばい菌を繁殖させ、そのばい菌は巡り巡ってやはりどこかで人間に仇をするかもしれない。自然界のイクイリプリアムは試験管内の科学的平衡のような簡単なものではない。ただ一種の小動物だけでもその影響の及ぶところは計り知られぬ無辺の福音を持っているであろう。その害の一端のみを見て直ちにそのものの無用を論ずるのはあまりに浅はかな良見であるかもしれない。ハエがばい菌をまき散らす。そうして我々は知らずに年中少しずつそれらのばい菌を吸い込み飲み込んでいるために、自然にそれらに対する抵抗力を我々の体中に養成しているのかもしれない。そのおかげで何かの機会にハエ以外の媒介によって多量のばい菌を取り込んだ時でも、それに耐えられるだけの資格が備わっているのかもしれない。還元すればハエは我々の五体をワクチン製造所として放食する義士義手のアルイであるかもしれないのである。これはもちろん空想である。しかしもしハエを絶滅するというのなら、その前に自分のこの空想の誤謬を実証的に確かめた上にしてもらいたいと思うのである。あえてハエに限らず、動植鉱物に限らず、人間の社会に損するあらゆる思想風俗習慣についても
やはり同じようなことが言われはしないか。例えば、野獣も盗賊もない国で、安心して野店や開け放しの家で寝ると、風邪をひいて腹を壊すかもしれない。丸を押さえると、三角が暴れ出す。天然の設計による平衡を乱す前には、よほどよく考えてかからないと、危険なものである。1935年2月、自由画稿より。